と、こんばんは。この枠は RPG 作る2000で制作されましたフリーのゲーム、さよならモノ RPG というゲームのプレイ配信枠となっております。今回は第4回ですけど、まあ、タイトルにある通り、もう今回でこの配信というかシリーズはおしまいですね。ストーリーはもう前回で最後のダンジョンまで進めてしまいまして、あとはもうラストダンジョンを攻略し最後ボスを倒しておしまいという流れになります。一応途中でちょっと寄り道はできるので、時間に余裕があればその寄り道も済ませた上でですね、エンディングまで行こうと思いますので、やっていきましょう。前回まあいろいろありまして、この最終制圧空間というダンジョンにやってまいりました。入ったばっかりで奥へは全然進んでいないので、まずはちょっとダンジョンの仕様というものを調べておきましょうかね。ターミナル、フォーチューンズ、どっかで聞いたような名前ですけど、ダンジョンの攻略について、ラストダンジョン最終制圧空間内に散らばったクリアランスカードを6枚集め、当コンソールにセットしてください。カードが揃いましたら最新装備の侵入が許可されます。クリアランスカードを揃えるにあたって当ダンジョンを隅々まで探索する必要はございません。好きなエリアを探索し必要枚数を集めるだけで結構です。まあ、この通り周りにですね、6箇所カードをセットする場所がありますので、ダンジョンをいろいろ回ってクリアランスカードとやらを集めないといけません。最新分まではカード6枚全部集めないといけないので、まあ、とりあえず順番に回っていきましょうかね。このダンジョンかなり広い上に敵も強いですからね、配信時間がかなり長引きそうですけど、何か敵がいますかね。 FT クラッド、この FT クラッドっていうのがダンジョンの至るところにいまして、こいつらを倒したりしないとですね、道が開かなかったりします。なんで結構めんどくさいですね。まあでも1体あたり強めではありますけど、太刀打ちできないってほどではないので、なんとかなると思います。みんなレベル上げてますしね。このあと2個は武器で攻撃してシート2は魔法で攻撃って感じで、まあ普通に削っていけるかな。間違えた、はい、結構タフですよね。セムシボネの鎧、これはモナーしか装備できないし、すでにモナー装備してますね。これ後で適当なところで売ってお金に変えておきましょう。左下に今ちょっと虹色に光ってるカードがありますけど、あれがクリアランスカードですね。これから集めないといけません。どうしたのかな、これは。右行ってこうか。ドラクエにもこういう仕掛けありましたよね。ドラクエ何だったかな ?3 だか4だか、その辺の仕掛けだったと思いますけど。右に宝箱があるのであれを回収したいですね。ワンダー霊薬、こっちに行けばカード取れますかね。行けた、クリアランスカードゲットできました。あとはどうすればいいかな。とりあえずハートビー、これもゲットできましたね。右上の方にですね、この部屋を出るフロアみたいな、フロアっていうか仕掛けがありますので、まずはそっちに行きたいんですけど、これはさっきどう言ったんだっけ、そうじゃないですよね。じゃあこっち、よーく床を見ないとどういう風に移動するかわからなくなりますからね。転送装置をアンロックしました。やったぜ。
これで最初の場所に戻ってこれましたかね。さてここはイブシ銀王国の勇者たちがいますけど、塔の中にいた人たちみんなこのダンジョンに転送されてるんですね。王様まで、あんたはあんたの信じる道を行きなよ、私たちのことは気にしなくていいから。うん、ちょっとは心を入れ替えたんですかねこいつらは。救世主を飾り立てるパセリみたいなものだったんですかね。インストレルさん、この世界において私はただの名もなきインストレル、人間の王の力もなければ運命を切り開く赤いマフラーを持ち合わせておりません。人間の王の力っていうのは前作の地獄の主人公マルクとのことですよね。よく見るとなんていうかマルクトと似てますよねこの人。無表情っぽいところとか、ここにいるのはトメイ水郷の人たちですかね。たとえ伝統が偽物であったとしてもそれを守りたいと感じた心は本物でした。最後に誇りを捨てません。みんなまあゲームを盛り上げるための脇役として作られてるキャラですからね。その事実をみんな知ってしまったんでしょうね。ここにいるのは最下層監獄にいた人たちですかね。ウィリアムさん、いいもの売ってあげる。ここでも買い物ができるんですね。MP 回復アイテムとか買えますけど、どうしたものか。全体回復の魔法をここで買うことができるので、キュアウィンドですかね。あと浄化の光ありますけど、浄化の光は覚えておきたいですね。ブレイズ、シールド、あとはバリア系もあると便利ですけど、ファイヤーバリアを持ってないのかな。まあ、なくてもね、ちょっとまずはお金工面しましょう。またちょっといらない装備品売りましょうかね。もうここまで来たら装備付け替えるってことはほぼないので、いらない装備はここで売ってしまって大丈夫だと思います。よっぽどなんだろう、特殊な効果を持ったもの以外はですね。気持ちが4万4000だから浄化の光だけでも買っときましょうかね。間違えた。浄化の光全体のステータス維持を回復できますね。モナー覚えさせましょうか。グジャの呪いもとりあえずじゃモナーぐらいでいいかな。さあ買い物もしまして、あ、ここにカード2枚目ありますね。ここは最初に来たところですかね。ここからは右側にも行けますかね。あれ当たるとダメージ受けますので、アクションゲームになりがちな。上の方にカードがまだありますので、あれを回収したいんですけど、オッケー、だいぶ順調に集まってますね。クリアランスカードがクラッと、キャスターも魔法メインで襲ってくるんですかね。魔法ならマインドダウンで知力を下げて、あとは殴っていくだけで大丈夫かな。
エイジブラスターがよく聞きますか。結構ダメージ入りますね。ウィークスパーキー、ちょっと危なそうなんで全体回復してサンダーバリューかな。危なかったですね。バリア使ってなかったらリコがやられてたかもしれない。リコを回復してレジブラスターいきましょうか。頑丈ですね。また使ってきた。サンダーバリアからも、なるべく FP クラッドは避けて通りたいですね。これは一番奥まで行っても戻されるだけですかね。右の赤い大砲に入ったら多分別のマップまで戻されますかね。これでまあ全部開放に入りましたので、やっぱじゃあ赤いのに入るしかないか。この次はやっぱりネイジブラスターかな。さっきとは違いますけど、こいつも多分魔法メインを使ってきますね。大封印、めんどくさいな。大封印っていう状態以上は、まあ、簡単に言えばレベルが大幅に下がった上に魔法が使えないみたいな、そういう状態以上ですね。回復までしてダメージ全然入らなくなりましたね。もうなので早めに倒したいんですけど、今みんなレベルが19か、まあ、ラストダンジョンですから20ぐらいまでは上げておきたいですけど、ここにいるのは社畜の人たちですかね。お酒はここで買えますか。戦闘中に使うと、まあ、攻撃力とか大幅に上がるやつですけど、今まで何のために働いてきたんだか。所長まで、あ、ウィアンナ所長まで。宝箱がありますけど、剣、一時期はお世話になった剣ですけど、もう今となってはティルビングがありますからね。ここはこれ以上は進めないですかね。最初の場所に戻ってきましたか。回復も兼ねてセーブしましょう。まだ右側行ってないですね。大封印について、まあ、さっきもかかりましたけど、ラスボスと FP クラッドが使ってくる状態上、サンターンなど強制的に全能力を半減させ魔法も封じる極めて強力なものアイテムでは倒せない。救世様は十分にご注意ください。早めに直すなら一回死んですぐに生き返らせるとか、そうするしかないですね。まあ、3ターン経てば自動的に解除されるみたいですけど、ここから道は分かれていて、北はランダムエンカウントエリア、東がブラインドエリア。まずはちょっとランダムエンカウント行きましょうか。危険エリアですが、貴重な装備品も配置しております。お状態のスイッチの数が不足しています。まだスイッチから見つけていないので何もできませんけど、
スイッチをまず探しに行きましょう。ラストエンジン3ターン後に全滅させます。怖い。早めに倒したいですね。防御力を固めていくのか。あ、今いらっしゃったというか、どうもこんばんは。ラスダン絶賛攻略中です。ラスダンの一番奥に進むためのアイテムを6つ集めないといけなくて、今3つ集めたぐらいの進捗ですね。ラストゴール、こいつはお金を落としてくれるタイプの敵かな。やっぱり、ね、逃げていきますね。せめて1体は借りたかった。宝を回収していきましょう。知力の酒、戦闘中に使うと知力が大幅に上がるやつですけど、核弾頭普段と使ったらやばいもんじゃないですかね。こちらにまで被害が及びそうなんですけど、敵全体に爆発の特大ダメージ。消費アイテムだから、もう一回使ったらそれで終わりですよね。本当にここ一番で使うのが良さそうですね。次エリアへの転送パネル起動条件、6つのスイッチのうちどれか1つをオンにしてください。入り口あたりにあった、まだスイッチ1つも入ってないようなスイッチのことですね。いろいろあるんですけど、見ていきましょうか。メニュー画面禁止、これをオンにするとランダムエンカウントエリア内においてメニュー画面が開けなくなります。それはちょっと嫌だな。回復とかも戦闘中じゃないとできなくなりますし。スパークトラップ、ランダムエンカウントエリア内においてスパークトラップが発動します。別のエリアにあった光ですね、触るとダメージ受けちゃう。これはまあ落ち着いて回避すればいいですけど。クラッド射出、ランダムエンカウントエリア内の FT クラッドを起動します。さっきは何もいませんでしたけど、まあ、さっきのエリアをあの FT クラッドがうろつくようになるんですね。 MP バキューム、ランダムエンカウントエリア内において永続的に MP がゼロになります。それは困る。魔法メインで戦う人もいますからね。これは戦闘中に援護射撃があなたを狙います。戦闘になると結構攻められちゃう感じですね。最後が戦闘中に確率で一時的なレベルドレインが発動します。めんどくさそう。一番楽なのはやっぱりスパークトラップですかね。オンにしました。これ多分入り口のなんだろう、転送パネルみたいなのが起動したと思います。これですね、乗りましょうか。戻ることはできないですね。ここからは別のところに来ましたけど、渡れないですね。まあいいや。通れるところと通れないところっていうのがありますからね。道を作っていきたいんですけど、お金がある。これはナリエちゃん、久しぶり。覚えてますかね、前作も。すでに私たちはイカ略のアイドルナリエちゃんです。相変わらず怖いですね。何が効くんだろう。現代術とか強めの魔法を使っていきましょうか。石圧寿司ミートマッシャーが飛んできましたね。うーん、強い。石圧寿司また使ってくるの。石圧寿司しか使わないのかな。苦しんで動きが止まることもあるみたいですけど、強いですかね。苦しんで、ま
たメシア潰しが来る前に倒したいですね。あ、倒せた。1000の経験、1000ゴールド、レベル20になりましたね。キュアウィンドは全体回復技、音速の翼、スピードアップ的なやつかね。外宇宙の風、ペニシアさん、前作のペニシアさんの最強技だったかな。全体攻撃の魔法でしたけど、ナリエちゃんはそうですね、あの顔になる前の直前の顔の方が可愛かったですけど、3ターン後に全滅させるやつが出てきた、めんどくさいですね。お金のやつは後回しにしましょうか。ラストゴールド魔法は効かないんですか、全然効かないですね。エレメントコート、爆発以外に耐性がつくんですね。これはお金が逃げていく。よかった、よし、1000ゴールド、美味しいですね。あの敵狩り続けてたら結構お金集まるじゃないかな。エネとの神話球、魔法キャラに装備できそうな。先制攻撃と関連効果、攻撃力めっちゃ高いんだ。ティルリングより高い。どうしたものかな。ティルビングで2回切りつけた方が多分トータルのダメージは多くなりますけど、先制攻撃はありがたいですよね。どうしたものか。ニコに持たせてみようかな。夜道ギコはティルビング装備できませんね。本状態のスイッチの数が不足。あ、そっか、さっきの部屋またスイッチいじれる部屋がありましたね。あそこでさらにスイッチを増やしてこいと。めんどくさいですね。今起動してるのがスパークトラップだけなので、あとはなんだろう、 FT クラッド、面倒だけど倒せない相手ではないですからね。これとこれなんだっけ、メニューが開けない、困るな。 MP0、 これも困るな。なんだっけ、援護射撃と、もう一個が、レベルドレインか。援護射撃の方がまだいいな。援護射撃されそうになったとして、すぐに逃げれば、大丈夫だったと思います。FT クラッドがいるね。ぶつかるとちょっと長引くので、できる限り回避しながら、進みたいですね。そこはもう行ったからいいか。これで通れるようになりましたか。ん、お金よこせ。頼りになるのはやっぱり行こうと思わないだけですね。逃げないね。よし、3000ゴールド、すると左に行けるか。よしよし、上に宝がありますかね。ゲットしたいですけど、地味にダメージ大きいな。エフティクラウド、トリッカーも初めて見ますけど、物理タイプかな。とりあえず攻撃力を下げて、あとどうしようかな。現代術で使いましょうか。激痛、めんどくさいな。モナーに回復してもらいましょうか。普通に削って大丈夫かな。
激痛の技多いですね。すぐ治るからいいんですけど。北朝の方なんか強そうなものを落としましたね。北朝の方技巧専用2回攻撃両手装備。マジか、専用装備はここで手に入るとは。なるほど。ヒルディングがでも攻撃力100に対してこれが112ですから、まあ強いんですよね。その代わり盾が装備できない。なるほど、大丈夫かな。面側のバックが盾ですけど、耐性がない代わりに防御力は極めて高い。なるほど。いろいろいいもの拾えましたけど、オン状態のスイッチまだ起動しないとダメ。これ以上何を起動しろというの。メニュー開けないのとか本当に大変なので、レベルドレインとかその辺かな。逃げちゃった。手持ちのお金が4万ちょいか、結構集まりましたね。そうね、攻撃力下げとかないと大変ですね。一発で倒した。今のは即死効果がある魔法ですからね。運よく即死の効果がいきなり発動したみたいですけど、スイッチどこで起動できたんだっけ。場所をど忘れしてしまった。全滅させられる前に倒したいですけど、間に合いましたね。こっちか。ラストドラゴン逃げましょう。ドラゴンはなんかまともに戦っても勝てる気がしないので。痛い痛い痛い、戻ってきちゃったね。そう、この部屋から起動するんでしたね。レベルドレインをとりあえず、これで一番右下は取れるようになったかな。やれやれ、めんどくさいダンジョンですね。配信始めて30分ぐらい経過しましたけど、これでカードが4つね。あと2つどっかで拾わないといけません、これ以上は起動しなくてもいいか。下に宝がある。キャスターも魔法タイプ。魔法タイプにはメイジブラスターですかね。 MP がもうないじゃないか。ピークフリーザ、氷結バリアを張らないといけないですね。ゴールドバリアか。セルフの間違えた、メイジブラスターですね。レベル21。またこいつらか。先制のチャンス。援護射撃とかレベルドレインのスイッチ起動しましたけど、今のところ出てきませんね。まで一定確率なので、このうちまた出るかもしれませんけど、
アルガールの成績っていうのかな、これ。防御プラス40、他が5つ下がると。打たれ弱い人に持たせるのも良さそうですけど。いや、右上にも宝がありますね。まだまだ時間に余裕があるので、宝も集めつつ攻略進めていきたいですね。マインドダウンで下げてから、イメージブラスターでいいのかな、こいつ。C の MP ももうほぼなくなりそうですよ。アイテム使わなくていいや。大封印は効かないですね。今アクセサリー C だけは大封印防げますね。ガラスの際とは武器らしいですね。クリーンヒット出まくり。でもな、攻撃力がこれだけ下がるんじゃ、あんまり意味ないか。行ってお金にするのがいいかも。MP がないので逃げましょう。MP 回復アイテムがもう、ほとんど残ってないか。魔王の大土、これは、スタント、バイタリティ半減効果。装備できるのはギコだけか。どうしたもんかな。殴った時に敵の防御力が下がる、あと激痛の追加効果があるっていうのは結構ありがたいですけどね。せっかく専用装備取ったけど。使っていきましょうか。クリアランスカードを取ったので、あと1枚か。クリック。パワーダウンして殴っていけばいいか。いいですね。魔王の大土は前作のヘイヤーにて最強装備でしたかね。強いですね。虹色貝の気泡貝っていうものかよくわかりませんけど、結構いい鎧でしたね。さっきの場所は行き止まりだったっぽいので、あと1枚どこかに別のところからカード拾ってこないといけないですね。あ、そうだ、 MP の回復アイテムをちょっと買っておきましょうか。お金結構貯まりましたもんね。これぐらいでいい。あと行ってないのが右側のブラインドエリアですかね。この先遮蔽物の鍵に宝箱やゴールドが隠されていますので、注意深く進んでくださいとのことです。ランダムエンカウントじゃないので、まあ、ゆっくり探索はできます。こんな感じで丸い、なんだろう、遮蔽物の裏を通れたり通れなかったり
一つずつ調べながら行くしかないですね。FP クラッドもいるので、なるべくちょっと戦わずに済むような移動で攻めていきたいですけど、イラテンの眼光、素早さが上がる的にですね。まあでも素早さ上げなくても大丈夫かな。そうね。現代術で魔法タイプじゃないならこいつはソウルクラッシュか。一発で決まります。行けばいいな。これはここから上に戻れるっぽいですけどね、まあ後にしましょう。ここでカード6枚全部揃いましたかね。転送装置あるの、最初の位置に戻ってこれましたね。お金があるのに拾っておきたい。こいつは姿勢を下げて殴るだけ。ネジブラスターがよく効きますね。まだいけるか。ゴールドバリア一応貼っときましょう。打たれ強い敵ですね。これはもう進めない感じか。右上の大砲が気になるんですけど、右と左、左かな。ここは通ったか、違うな、まだ通ってない。クリアランスカード1個ゲット。入り口に戻っちゃいましたね。もう片方はさっき左に入ったので、じゃあ右。マーガレット、インディゴ、インディゴ。またそんなこと言ってるの。崇拝する邪神様をぶっ殺しましたけど。相変わらずですね、こいつも。どうしよう、前切りなさい。たわわなる自分さで受け止めて。やめろ、あんまり想像したくない。なるほど。カードはでもすでに手元に6枚揃ってますからね。取るなら宝かな。よいしょ。レラムって聞くとポップミュージックのあの曲を思い出しますけど、通じる人が果たしてどれくらいいるのか。マインドダウンで知力を下げて、ネジブラスターかな、こいつ。こいつは倒しやすいですね。ネジブラスター持ってきますし。ティアストーン、これすでに持ってますよね、うん、攻撃力めっちゃ上がるけど防御力が下がるよって。こいつをどうするかやな。もう一つ持たせなくてもいいや。お金も手持ちいっぱいあるし、わざわざ拾いに行かなくても大丈夫そうですね。よいしょ、よいしょ。はいけない。宝がありますからね。
の障壁、装備品らしいですけど、爆発耐性最強クラスの盾ですかね。これはとりあえずモーナー、できましたね。とりあえずこれで手元にカード6枚揃いましたので、セットしましょうか。回れるところは全部回りましたし、カードセット6枚のクリアランスカードを確認しました。やったぜ。解放条件が満たされました。開きましょう。受けたまわりました。ターミナルゲートを開門します。最新装備の扉が開かれました。グッドラック。どんどん下へ進んでいきますね。ドンキーコングの未来のギミックですね。一気に下がっていきますね。で、一応これで入り口まで戻ってこれますね。買い物とかもできますし、ロールバックゲートが稼働中です。最終制圧空間とオワコンの空間の行き来は可能です。あまり長く戻るとネットユーザーの皆様を退屈させることになりますので、計画的にご利用ください。というわけで、通り抜けるとまたここに実は戻ってこれるんですね、まあ、この世界の人みんなさっきの最終制圧空間に移されてますけど、お買い物もできるのでゲルビング買っちゃいますか。いらない装備を売って5万いきましたね。じゃあ買いましょう。ゲルビング姿勢も上がりますからね。ティルビング装備が3人になりました。これだけ装備が揃えばもう余裕だろうと思うかもしれませんけど、実はですね、このワールドマップから今まで行けなかった新しいエリアに行けるようになってるんですね。別宇宙の門、見たことのある場所だと思いませんか。前作の地獄でラスボスと戦ったあの場所ですね。光ってるところがありますけど、怪しい気配がする。やってみましょうか。しとやかな女性の声、この声はおお、マナギアさん、ようこそ私たちのリージョンへ。歓迎するわ。懐かしいですね。姉さんも隠れてない、出てきなさい。おごそかな女性の声。ベニシアさんもいましたね。はじめましてもな。別の宇宙にて存在する神の使い、光天使という存在です。次なる創生のため、歪みのない世界を作るためのヒントを得に、あなた方の宇宙へやってまいりました。もな、あなたのことはずっと見ていましたよ。優しい人なのですね。本当は出しゃばらずにいたかったんだけど、見つかってしまったなら仕方のないことよね。上位存在を楽しませるために生まれた英雄ならば、私たちに背を向けてミスミス帰るような真似はできないわよね。まあやるしかないでしょうね。じきじきにあなたのクゼの物語を手伝って差し上げるわ。そういう展開になりますよね。やっぱりあなたの力を見せてもらいますよ。本気でかかってこないと死ぬわよ。ペニシアさんとまで戦わないといけないんですね。前作だと味方でしたけど、この二人が今作の隠しボスですね。やっていきましょう。まずはとりあえずバフですね。腕力の酒あったかな。ない。知力の酒があるだけか。
レージはブレイズで、 C はバリア張って、2がブラックピンク。発狂しましたね。電撃にまで弱くなるし、どうしたものか。全体回復しながらの発狂直しの、どうしようかな。全体回復、バリア使った上でも魔法が痛いですからね、結構めんどくさい。二人できるだけ全体攻撃を均等に削っていくようにしないといけませんね。片方が倒れるともう片方が生き返らせるので、計画的に削っていかないといけません。オナーは基本回復とか補助に当てた方がいいですかね。ブレイズもう一回積んどきましょう。回復までしますね。爆発耐性はつけているんですけどね、結構まだ削れますね。優しい気がするし、知性は下げられちゃうんですね。今ので C とか2がやられるとちょっとめんどくさい。MP もまだ余裕はあるけど、回復もそろそろしないといけないですかね。氷結に弱くなる。とりあえず全体回復してゴールドバリアかな。2が危ないのか。まだ MP は大丈夫。さっき回復アイテム買いましたから。C の MP 回復しましょうか。どうしないですね。よかったよかった。事前に発狂対策しといた方が良かったですね。技巧とか攻撃力が高い人が発狂するととんでもないことになります。今のところ大丈夫かな。以降は知性下げられても大丈夫か。今は全体回復して2の MP 回復しましょう。ワンダーレイヤー使おうかな。そろそろ片方倒れてくれませんかね。2人分の攻撃受けつけるのはちょっときついですけど、これやばいな。グラン
シア使いますか。それか他に何か全体回復できるやつがありますね。これ使おう。ゴールドバリア使わないといけないか。回復ひたすらやらないとやばいですね。チームの EP がまたなくなりかけてる。発狂は避けたいですけどね、できるだけ。まだ片方倒れないかな。回復してきますね。マインド上げときましょう。2個を回復して、忙しいですね。お、倒した。よし、勝てた。水晶ドクロの杖手に入れましたね。前作で最強の杖でした。知性がめちゃくちゃ上がるやつですね。レベル23、キュアウィンド。参ったわね。頑張った甲斐がありました。あなたの物語はこれで終わりではありません。そうですね、この二人がラスボスというわけではないので、叱るべき者の手の中でその生を全うするのです、ね、後悔のないようにね。道を違えても己が信念を貫きなさい。あなたの人生が実り多きものであったことを、あったことってなんだ、過去形になってますけど、まあ役目を終えたら消えてしまう身ですからね、モナたちは。マスキニアの宝珠、前作にアスキニアの指輪っていうのがありましたね。全属性耐性、全ステータス以上防止、サンクス。隠し装備みたいなもんですからね、これは。次にあげましょうかね。まあ、さっきの2人、ペニシアさんとバナギアさんを倒すことさえできれば、ラスボスはもうそこまで苦戦しないかと思います。ラスボスより強いですからね、あの二人は。まあ、やることはやりました。水晶ドクロの杖はティルビングよりも残念な性能ですね。まあ、記念に持っておきましょう。この先がラスボスのいる場所ですね。残り時間があと30分ちょいってとこですけど、時間ありそうな気もしますけど、もう行きましょう。ネットユーザーが集まってきましたね。ついにここまで来られましたな。でかい。アマドの試練を乗り越え、真実を目の当たりにし、よくぞここまで来られました。あなた様なら必ずやり遂げると信じておりましたぞ。この喋り方は、やっぱりね、やっぱりお前がラスボスか、フォーチュン。はい、私がラスボスでございます。私の真の名はフォーチューンズ、トリップがついてますけど、ネットユーザーにしてこの世界の創造主です。このゲームの作者っていうことですかね。フォーチュンとあなた様を誘導し、物語を円滑に進めるためのロールに過ぎませんでした。
本当の私はモノアキアスキーアートを用いた物語、モノ RPG の創作者です。なましたな。そんなのあんまりだ。うん。今までずっと一緒にいたのにね。返す言葉もございません。始めたからには止まりたくなかったのです。うん。周りをご覧ください。あなた様のご活躍により、こんなにも多くの皆様がこの物語に関心を持って、こうしてここにおいでです。まあ、ネットユーザーが関心がなくなると、モナーたちも消えてしまうことになりますからね。あなた様が今日に至るまで心のままに生き、苦難を乗り越え、魂を燃やしてきた結果にございます。作者がそう、ラスボスっていうね。あと一歩、人の心を動かす何かがあれば、きっと何かを変えられるはずです。あと一歩。さあ、前書きは、前書きはこれで終わりです。これまで使った全ての力を私にぶつけるのです。あなた様の勇士のモノ RPG はコンテンツを救う最後の希望となりましょう。モノアキアスキーアートの命は信念を流行ごときに否定されるほどちっぽけなものではないはずです。見せつけてやりましょう。いざ尋常に。最終制圧して。今度こそ本当のラスボスですね。まずはバフを重ねて殴っていきましょう。これでいいです。攻撃力を上げて殴っていきたいですね。ブロードバリアも使いましょう。まず挨拶代わりにじゃあ核弾頭を投げておきましょうか。すごい。周りのビットも攻撃してくるのでダメージ量が半端じゃないですね。モナーはさっきみたいに回復に回ってもらいましょうかね。C2 は全体攻撃で減らしていきましょう。ブラックビット。大封印、リコが食らったから。3ターン経つまで解除されませんね、これ。とりあえず殴らせておいて、ちょっといいですかね。もしかしたら盗みが起きてしまったかもしれない。ビット壊すと本体に300ダメージ入りますね。なので全体攻撃でまとめて削ると効率よくダメージ与えていけます。無駄にかっこいい曲。この曲は、ヒーロー戦記っていうゲームの BGM らしいですね。私ちょっと詳しくはないんですけど、ヒーロー戦記っていうスーファミだからその辺のゲームの曲ですね。 C がやられそうなので回復してあげましょう。現代術を使ってスーちゃんのウィークサンダーか。ダメージ結構入りますね。石屋潰し、お前も使うんかい。石屋潰し。じゃあ、シリが生き返る前にショックボード。回復までするか。どうしたもんかな。リカバリーカウントダウンゼロになるとさっき壊したビットが復活しますね。急いで削り切りたいですけど間に合うかな。スターバスター結構ひどいことになりましたね。弱ウィンズ使いますけど、使いますけど、ビット復活した。反動で動けなくなってますね。このうちに削っていきたいですけど、
ちゃんはじゃあブラックリンやっぱり使いましょうか。エレメントコード爆発以外は耐性つけられましたね。大宇宙は氷結だからじゃあブロージョンか。壊せました。2をやられそう。さすがでございます。もう後はございません。やったか。なのでここからは排水の陣で行かせてもらいます。弱体魔法行こうか。限界を超えた。限界突破システム、名前は変わってますね。こうなるともう飯屋潰しとかそういう強力な技しか使ってこなくなります。スピード勝負ですね。まず殴っていきましょう。何か不足なものはないかな。リンク系を使っておきましょうか。ダウンみたいなデバフが入るのでそれを駆使して削っていくといいですね。さあバスカ防御しても結構食らいますね。ウィークサンダー使ったからショックボルトとか結構来ますかね。反動で動けない。今がチャンス。やってきますね。やっぱり続けざまに打ってくるか。恐ろしいやつですね。リコが食らったか。放置しないといけなかった。よし、フラウィンドからのそろそろ倒せると思うんだけど、どうよ。倒れた。ラスボスをついに倒せましたね。お見事です。モナー様、フォーチュンが出てきましたね。これにてこの物語は幕引きとなります。不本意であったとは思いますが、あなた様のご活躍によりこんなにも素晴らしき物語を紡ぐことができました。この先果たしてモナー系は生き残れるのか、それは今の段階では私にも判断しかねるところでございます。うん、この物語がそうですね、モナー系人気を呼び戻してくれるといいんですけどね。体が透けてるんだけど、うん、もう消えてしまうんですね、役目を終えたので。物語を終えたこの世界は間もなく消滅し、今後はユーザーの心の中にのみその居場所を許されるのです。うん、そんなのあんまりだって感じですよね。モナー様、
もしこの物語がユーザーの心に届き、少しでもモナエ系に興味を持ってくれたならば、違う時間、違う場所、違う物語の中で私たちは再び出会えるでしょう。救いはないんですか。まあでもここまで頑張ってきた自分を消したくはないって思いますけどね。ネットの反響によってはあなた様を再びあなた様として蘇らせ、新たなる物語を紡ぐこともできましょう。まあ二次創作の二次創作、三次創作的な感じですかね。こんなにも多くの方々に見ていただいたのですから、希望はあります。きっと。名残惜しいですが、そろそろ時間のようです。もうほとんど、モナーの姿が見えませんね。最後にこれだけは言わせてください。私にとって、とても楽しい時間でした。今まで、ありがとうございました。また一緒に冒険できる日を楽しみにしていますぞ。オーチュンがなんか元気ない顔に。だから今、おやすみなさいませ。さよならモノ RPG エンディングですね。全4回の、短いシリーズではありましたけど、どうでしたかね。個人的には、前作の地獄もそうですし、このさよならモノ RPG もそうですけど、モナー系っていうのにまず懐かしいっていうのを思いましたし、ストーリーも結構なんていうか深いですよね。覚えていればきっとまた会えるよ。2012年ローゼンクロイツさんの作品でした。前作の地獄もそうですしね、この方のゲームっていうのは個人的に本当に好きですので、あえて配信するっていうことで、皆さんに少しでも知ってもらえたらなと思ってやってみました。結構淡々と喋りながら普通にクリアする感じになっちゃいましたけど、紹介できた通り、なんというかいろいろな楽しみ方ができるゲームでしたからね。最初のキャラセレクトにしてもそうですし、あとエレベーターの動力源ですね、7つ全部でありますので、私が選んだ通り
同じ4つを集めなくても話は進めることできますし、まあいろいろ繰り返し楽しめるいいゲームだと思います。本当にね、こんなゲームが無料でダウンロードできて遊べちゃうんですからね、ありがたい話ですけど。ホモが出ないだけ一般向けですね。ホモ、出ませんでしたけど、なんていうか、下ネタは、前よりマシとはいえ、なくなってませんでしたしね。とりあえず、ま、適当な場所で、ここでいいかな、僕。喋りながら、お別れとしましょうかね。こんな感じで。とりあえず、まあ、エンディング無事迎えましたし、隠しボスも倒せましたので、もうこのシリーズはもう今回で本当におしまいです。おまけパートとかも今のところ考えておりません。第6弾、さよならモノ RPG、これにて完結です。どうも、ありがとうございました。次回からもまたよろしくお願いいたします。それではまた、お会いしましょう。さよなら。